ほど、なるほど、まあ、これは練習試合などで結構じゃあ藤村勝ってるってことなんでしょうね。そうでしょうね。お互いにまあこれきついいけるとこう、そうですね、見解が一致していますからね、はい、ベガ対チュンリーの対戦になるでしょう。行くわよ。お互い落とせない一戦、うん、ということですね。そうですね、まあ、藤村側としてその後の2人がきついというなればやはりここで勝ちをもぎ取っておかないと、そうですね、5勝ラインに乗れないので、はい、あ、少々お待ちください、少々お待ちください、はい、少しトラブルが、トラブルありました ね。これ組み合わせどうでしょうか、ベガ対チュンリーという組み合わせ。そうですね、基本的に中距離、まあ、火力とかリタ立ち回りのリターンにおいてはベガが、うん、まあ、優勢と言って、はい、問題ないと思うんですが、チュンリーがかなりやり合える要素を持っているとリーチ歩きの速さ、はい、ありますからね。そうですね、まあ、お互いやりようがあるのかなと。なるほど、まあ、リターン差でベガ側が優位を取れるかなっていう組み合わせではありますね。なんですけど今回チュンリーダウン取れるようになったし火力も増えてるんですよ。うん、そうですね、かなりあんまり数こなせてないんで何とも言えないんですけど、たびたびなんか前よりはどんどん良くなっていってるってことですよね。 それってつまりそれは間違いないです。たびたび論争が起きてます。ベガ使いとチュンリー使いなのでいやこれはさすがにチュンリー不利いやさすがにみたいな、なるほど、そういう戦いが、まあ、じゃあいい勝負ってことですね。巻き起こっています。さあそれでは準備の方ができたようです。負けられない試合です。さあドグラベガバース藤村チュンリー、お互いに 1-2 ですね。 VCL は 1、ね、そしてトリガーは2と、サイコリジェクトがあれば気候圏に対して受け止めることができますからね。そうですね、取る距離も結構難しくて、あーなるほど、そうですね、チュンリーリーチが長いですから8強キーでクラッシュカウンター取られてしまうんですね、うん、しかも今回そこからノーゲージでダウン取られてしまうので、8強キーの火力が高いですからね、はい、ね、上り要素で入れ替えていきます。飛びを通していきます。タチマチ踏み込んで投げに行きますが、ここはグラップ、リターンはベガなんですけど、やっぱりチュンリーの歩きの速さとリーチ のバランスで中距離 の間合い取りという点ではやはりチュンリー側に分がありそうですね。そうですね、おっとヒットプレス、ここはヒットして地強系でグラつぶしを狙いますが、この中距離8強ワンチヒットプレスに気候賞乱客くっつけて次して気候賞ヘルコンも狙ったんですが落としてしまいました、うん、しかし画面状況は藤村が優勢と言っていいでしょう。藤村が気候賞でフォローしてこれでタイマー改めました。逆にドグラには V トリがあります。おーっとすら読んでいますが、もう一度この技、あー珍しい、 EX ピリマーク上から攻めて投げて5番カウンター確認、中足からの100列キック、まずは藤村が一番選手、結構上が嫌なんですね、うん、あジャンプ強キックが非常にジャンプ強キック強力なのと、はい、あとは早出しのジャンプ強パンチで飛び込みですね、うん、これがベガ側の空対空を潰しつつ、そのジャンプ強パン普通に立っていてもジャンプ強パンチの2段目で飛び込めてしまうので、はい、その辺はかなり嫌ですね。対空の処理に困っていくわけですね、はい、で踏み込んでいきます。上から仕掛けに行きますが、まだお互いがお互いの得意な距離には入らない。上から仕掛け、今のが早出しジャンプ強パンチ、はい、空対空も潰しつつ飛び込めると非常に強力な選択肢ですね。飛行圏で追い払います。助け強パンチ、100列角、これは漏れてしまう。バッテン撃バックステップでしのいで、またも屋敷り直し、こちらが仕掛けるでしょうか。ドグラベガはここでトリガーが溜まりました。そうですね、ただダメージに変えたそうな動きをしてますね。タチューパンチは上げたコンボから、そうですね、そうですね、狙ってました。ガイコチャージから、ここの攻めは下段ブラスト、ジャッジュ、あっこれ端ちょっと難しいんですよね。投げてスタンリーチ、そして削りも見える体力、無理にはいかないですね。そうですね、そうですね、ブラストがブラストから仕掛けに行きますが、突っ込んだ、これは残り10位カウント、抜ける、抜けていく、抜ける、ゲージを吐く、来ましたね今、怪しい体力でありましたよね、うん、その投げ全部食らってどうかなっていう、そうですね、1回投げ食らった後に読み負けるともしかしたらというシーンでしたから、はい、ドグラの守りの硬さが出ましたね。で先
ドが競り勝ったトクラベガがまたもや押し込んでいきます。ここ無理をしない、うん、中央での立ち回りに戻ります。上からクルータイク着地を投げてお株を奪うようなクルータイク裏投げから EX スピニングバードキック警戒する動きを見せていきます。ゲージが3本溜まっている状態です。しかしトリガーはお互い使えないと不審化としてはトリガー貯めたい場面ですね。ジャクジャクダブル2 EX インフェンド全てのゲージを使っていったモグラ大幅リードのこのラウンド藤村はどうか。あーとこれは結構大きいぞ。確定撃から V がされる EX ブラストですかね。うわ中断中断飛行剣藤村がじわりじわりと追いついてくる。V リバーサル切り返します。ブラストこれをどうしのぐか追いかけてくれ。K からの投げ崩していきました。まずはドグラベガが1セット選手。いや最後の EX ブラストの信頼度は本当にすごいですね。このそうですねあの遅さで全能感やばいですからねあの遅さで2ヒットなんで消せないという結構あの体力でも息苦しい立ち回りが続くんですけど、あれが出てしまうとかなり呼吸できますからねそうですね。ここは酸素ボンベぐらいの酸素ボンベぐらいの感じありますよね。あれ暴れていくこれでスタンチを回復しました。ドグラベガバックステップで投げしけを買っていく。ショーパンサイコチャージ、ここは下段どうしてみて V バサルでバックを消し去っていきます、はい、チャージ消すためにやってみます。次は打撃技がここで読み勝っていきます、うん、ここの無敵技の読み合いラウンド2ドグラがラウンドを取ります。かなり嫌な組み合わせとは言っていましたが、うん、ここまでドグラベガかなりいい動きを、そうですね、いや終始動きがいいんですよ今回このチャンピオンシップ。そうですよね、はい、3日間通して全部内容マジでいいです。負けた試合の内容いいですよね、うん、バランスがいいんですよね。ジャンプ、ダッシュ、地上転生っていうバランスがかなり良くて、はい、それぞれが結構通っている。今回今ダッシュがかなり通ってますからね。そうですね、もう沈ませない動きを使い分けています。ドグラベガは飛行士を発動してタッチキョーパンチキットから飛行士を EX グリスケでスタニチ遅らせのタッチキョーパンチ。これは EX セグリスから飛行士を王権飛行士を倒し切っていきます。完璧でしたね。火力あと裏側も投げとしゃがみ小技の2択を読んでバックステップしたんですが、そこに対して藤村が中攻撃で3人の高い中攻撃を当てにいったと。つながっている。投げて、スイッチ剣。いやー落ちない。すべて通っていきました。うん、これはラン脚から百裂脚、そして砲翼線。どこまで減るか。予想脚がありますからね。ギリギリ残ってる。お、詐欺っている。これは詐欺になっている。着地ガードですね。見事。藤村がこのラウンドは全て読み勝っていきました、うん、ああいう苦しい場面でそのチュンリンのジャンプ攻撃の強力さっていうのが出ましたね、はい、落とすのが非常に難しい。カウンターになってましたからね、うん、台風。そうですね、狙ってはいたんですがやはり判定の強さで落とせませんでした。まあ、お互い1セット取り合って迎えました第3セット。飛行剣をちょっと吸っていきます。今度は対空で落としていきます。ドグラベガいい飛び、いい飛び確定しました。飛行剣飛びを確定させますが、ここで画面はまたもや中央へ上から仕掛けていきますが守りますね。飛び跡を通ってもその後にリターンを取っているのはドグラという。そうですね、結構これも昨日からね続いてるんですよ、読み勝つんですよね。画面端うまく押し返していきますね。ステップで画面中央へ押し込んでいきます。ホバーで入れ替えて、ここはヒットから発動パッチ中パッチヒットしていますが、これはコンボにはなりません。最後から早投げでタッチ強気を投げていきます。あ、安全に触っていく。ただ藤村もよく守った。ここ守っ
たのは大きいですね。これで気功章もありますからね。2ゲージと気功章であと1回崩してから、むしろ牽制技を一発でも当てさえすれば、そうですね、あそんなことを言っているうちに最後先端を当てにくれるドグラメが、あの場面で結構僕らがとりあえず気功剣を打って時間を稼ごうというところにもう有効な動きですもんね。先端ガード中盤で歩きが速いので結構難しいんですけどね。中盤ラスト、ここで無敵技、うまい空対空落として、早すぎでしょ今の空対空、めちゃくちゃ速かったですね地面に足が離れたのを見て瞬間に飛んでましたね。ヘッドプレス、いい飛びですね。この飛びを噛み合わせて逃げ地コンボ、体力ギリギリ残りますが、暴れに対して小足を埋めていきます。はい、ドグラベガが第3セットを取っていきます。これで 2-1、本当にいいところで飛んでますね。そうね、飛びが結構ね、あの決まってるんですよね、気候圏に対して。ベガのジャンプが長いのも、うん、そしてジャンプ強化が非常に長いのもありますが、それにしてもいい場所 でそれを結構ダッシュと使い分けて、はい、その過激で勝ってるんですよね。ただ飛んでるんではなく、ダッシュを通してるシーンも結構あるので、となると藤村もそのダッシュにも対応した動きをせざるを得なくて、そこに飛びが刺さると。リードはドグラベガー一撃入って仕掛けに行きます。うまい、ググっている。昨日から何度も見た連携ですからね、しっかりと対策を用意してきました。裏潰しのタッチ強系ですが、裏は動きません。バックステップ、依然画面足が開け落ちます。ダブルに押し返してタッチ中盤ヒットから強盤最後チャージ。この後の過激次第で終わっちまうぞ。動かない、うん、無理をされ中足に確定させていきます、はい、これによって、まあ、チャージの呪いを消すといういい V ゲージの使い方です。牽制技に EX ニング刺さる、うん、藤村は V トリガーはたまっていません。惜しいですよね、 V ゲージが牽制技をガードする、もしくは乱却を絡めてコンボをする。ただここでアクスをガード させられた場合にもう騎士の読み合いになってしまうので、そうですね、 V ゲージのためにも行きづらい。ドグラは時間がない、うわー、うまい、を生かして下がりながら立ち中パンチにターゲットを仕込んでいました、うん、マッチポイントドグラベガ、これドグラが勝利するとまた分からなくて、またもつれません。もう俺らには分からないですね。もう俺たちには何も分からないって感じですね。4勝がこれで5人になると可能性があるということです。ダッシュがいい、牽制をくぐっていくような前ステップ、裏に回っていますが、ここは守っています。ゲームからアックス投げて、ね、この画面端、これもス藤村しのげるか。ドグラも無理には追いかけません。いやー漏れちゃった、いい立ちガードでした、いいしゃがみガードでしたね今、うん、ギリギリでしゃがんで、うん、直前ガードで漏らさせた。もっしりしているのか、ここも割り込んで勝った、中パンチ全て通る、いや強い、勝ったのはドグラベガー、セットカップ3-1、まだした、いやすごかったですね、文句なしの勝利じゃなかったでしょうか今。お噂は金がね、いきなりこの牽制は草原ポジさんって感じですね。そうですね、かなり聞いたでしょうねちょっと動揺がありましたね、顔にね、すごい顔してましたからね、はい、さあ番外戦も盛り上がったところで、はい、試合の方に移っていきましょうか。ナンピー側板橋ザンギエフアビゲイル、ツーピー側ジョン竹内ラシードを見ていきましょう。はい、お願いします。ということで今回板橋ザンギエフブロック A ですね、ラシードに負けなしなんですね。そうですよね、はい、全てのラシードが勝っていますから、まあ、ポイントになりそうなのはやはりジャンプ強パンチによる飛び込みが、まあ、結構ラシードとしては撃しづらいというのが要所で見えました、ね、飛びの対処がやっぱラシードがかなり難しそうですよね。フープもありますしね、はい、立ち回りのラシード実戦地のアビゲイルっていう感じがすごい伝わってくる、ね、組み合わせですよね。しかもその火力を生かした逆転が板田の得意技ですから、はい、ジョンとしてはもう最後まで本当に体力全て奪うまでは全く気が抜けない展開になるでしょう。かなりなんでしょうね、そのスト5らしい逆転劇と見られる展開がこの組み合わせは多く見られましたからね。
まあ、中盤戦ですが体力はお互い5分約5割を消費したというところですが、これジョンが一歩体力リード。これはシュバが終了です。まあ、終了しましたが投げてとここのアビブラスターでの暴れしっかりと対処していきました。いいですね。無理に攻め込まないことによって倒しきりましたね。今のもその、まあ、アビゲイルのですね、はい、V トリガーメトロクラッシュ使わせずに倒しきれたのはすごく大きいと思います。昨日、おとといとそれで大変なことになりました、ね、大変なスファイブになってますね。ガチの涙目だったんですよね。泣きそうになったって言ってましたからね。初日すごいですよ、20代後半の男性が泣きそうになるんですからね。タチューマッチジャック系で画面足の固めうまく継続していくのはジョン竹内。バルンでショット、いい場合キープしてますね。割り込みづらい打ち方。さあ EX イースターで対空してこの攻めは前をうろついて投げを誘っていきます。え、ジョンキョンになってましたか今。ジョンキョンになってましたか。えげつない防御しますね。うまい。あっとバウ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 。あっと撫でましたね。撫でましたね。すごい踏みつけたんですけど。あっ、ソフトタッチからレベルができれば一般。素晴らしい。小足がむずい。小足が当たればという場面でしたが、その後フォローしていきました。ここは取り返していきます。インエクサーのアビゲイルパンチからうまく溜めてレベル2のメトロクシャを当てると画面足だったらさらにしゃがみジャッキックで、はい、追撃できる場合があるんですが、あれもかなり難しいですね。かなり難しいみたいですね、はい。まあ、この画面足ジョン側も端には追い込めてますね。そうですね、かなりいい間合いをキープして戦えてはいるんですが、うん、しかも攻めも通っているんで、ただ、はい、後ろ投げはこれはかなり危険ですね。まずい。うまい。でも一歩間違うとあの人がゲームになってしまう。そうですよね、技ですからね。 EXR 牽制の前に外からワールドを使って攻めを継続する立ち回りがすごくうまいですね。うまいですよね。それを分かっているイタマスナギエフ、どこで仕掛けに行くか。中足 PC 版 EX フープから中足の確認がクラッシュ。ここは EX ミサーで切り返します。タイルフリードジョン竹内、トリガーもある仕掛けに行きましたが、ここはコパンド落としてジョン側の V トリガーありますよ。あ、向けた。うおー、ちょっと踏ませました。これでジョン竹内が1セット選手。ジョンソンワールの打ちどころですよね、はい、間合い取りがすごくうまくて、板さん側はかなりその対処に困っているという感じでしょうね。そうですね、はい。しかもそのジャンプなんかもしっかりその EX ミキサーなんかを使ってしっかり迎撃するっていう、そうですね、事故らないように選んでますよね、しっかり。非常に丁寧です。完全はおっと打ち切っていったのが暴れ潰しになっていましたか。あっとすごい運び。中盤アビーブラスターからのスクリュー。ふふ2番いやいいですね。しっかりと対策もしっかりガードタイミングでボタンを押すことによって空振りをとがめていきました。ファイルフリードはターザンガービゲール。ここはフープが空振りになる。打ち上げたこれですね。そう、よく見るやつ。ゲームオーバーになっちゃうやつ。ジャンプ強パッチ、やはりこれが非常にラシード側としては嫌なイメージがつきますよね。ジョン側もその頑張って対処しようとしているにもかかわらず、はい、その本当ちょっとの距離の足りなさであのリスクですからね。そうなんですよ。序盤戦まだ体力はお互い削られてはいません。ジョンは2ゲージ、そして下山アビゲイルも2ゲージだ。着地を投げていきます。踏み込んでむちゃくちゃやってくぞ。歩き中足に対して最大リターンを取りに行きました。優しくないおじさんでしたね今のは。ただやっぱりラシードは火力がすごいあるわけではないですから、はい、ああいう動きをされた時にプレッシャーの方が上回りそうですね。そうですね、押しますからね、普通小足とか。うまい。おお、素晴らしい。ここでギフトからアビゲイナまでつないで凄まじいダメージ。中盤フープ、ここで押し返します。ジャンプ強パンチの飛び込み、これが機能している。やっぱりジャンプ強パンチ効きそうですね。し
多分その先端ミキサー、生弱ミキサーによる、まあ、耐久というか牽制に対して空中ヒットした後に、はい、あれだけのリターンを取られてしまうっていうのは、あのラシド側からしたら、え、なんでみたいな、そうですよね、って感じですよね。ミキサー打っただけなんですけどみたいな感じですよね。やっぱ期待値の高いコードを通すのが本当にうまいですよね。ここは飛びを通していきます、ジョン竹内。カウンターをまっちり確認して、強力さで追撃。この攻めは投げを押しません、板澤ミゲール。おっと、これはお互いミスになりましたが、画面端を脱出して、中央に横押ししていきます、板澤ミゲール。弱兵、中盤。ゲージが溜まっていく。白ゲージとともに、かなりの体力を奪っていきました。しかもこの状況って、ハンガビーが一度決まると画面端が確定するので。そうですね、非常に伊藤さんがいい状況を作れてますね。さっきの突然胸筋を見せつける動きされると一気に画面走るからね。今の中盤壊しも怖いもん。危ないですよね。だからこれはいいと思う。いい当て方、画面端へ。ここで倒し切りたいですが、おっと確定しました。生発動には確定の立ち中パンチ。これで自分が1ラム選手、伊藤さん、アビゲイルは3ゲージ抱えた状況。素晴らしい。下見ジャックパンチにリターンを取りに行きました。あー、まだ取れない。これはとんでもないことになっている。いいですね。いや、素晴らしい。素晴らしい。ジャックミキサーでスタンまで行かなかった。ここがアンってスタンさせなかった、うん、これが大きなダメージにつながりました。ただ昨日はそうなんですよ。ここからゲーム終わりました。シャーって、ジャンキャン、やっぱジャンキャンでしたね。狙ってるんですね、これ。ジャンキャンフープですね。むちゃくちゃなことになりそうな雰囲気が。いやー、痛い。たまっている。ゲームオーバー。本人もめちゃくちゃ嬉しそう。ジャンプキャンセル EX フリーハンドフックで、まあ、生ワールに勝つこともできるし、はい、投げにリターン取りに行くと。そうですね、これはえぐいですね、あの選択肢は。今まで見たことない動きですよね、はい、やられた方を投げに行く気になくなりますよね。なんか言えないですよ。あ、うまっ。うまっ。もし空中ヒットでもいいようにアビリフトにしておいて、それを確認しましたね。素晴らしい。そしてこのダメージ入りすぎです。フープの重ねに対しては無敵技で切り返します。受けるのね。メイから発動してウィリバスラーガード。しかしこの状況と EX ミキサーで対抗しました。ここを逃がしたくない。ゲージは1本です。抜けている。うわー、止めた。ワールド止めている。これはゲージがないです。足りませんでした。タイムフリードイタさんが見ている。ジョンは何か大きな技を引っ掛けたい。ダウン、投げを通して少しずつ。ゲージも今ありますよ。高すぎた。拾えませんでしたが、弱反撃、確定反撃を取っていきました。はい、これで板さん、アビゲイルが2セットと取っていきますね。ジョンのその追い上げも良かったんですが、はい、やはりこのアビゲイルの体力1100があまりにも分厚い肉焼きですね。あまりにも元気ですね、アビゲイル。スクリューを通して、ここはクープの着地をしっかりと捉えていきます。中距離もね、中距離に関してはジョンもすごく上手くてですね、はい、仕返しだったりとか、まあ、フープを止める動きだったりとかっていうのが見事なんですが、技相性もしっかりと噛み合わせていく場面見られますが、期待値で勝っているアビゲイル。そうですね、まあ、飛んでいる。しかし端からは逃がしません。あと一発。うえー、今のもなんか分かっててやったっぽいですけど、引っかかりましたね。ワンパンで終わっちゃうよこれ。そうですね、ワンパンでフルゲージあるから。ワンパンで終わっちゃいますねこれ。うわ、いやー、いい打ち方だったんだけど止めていました。さあ、アビゲイルのこの一振りが致命傷になる。空対空。勝ち筋がジャンプ強パンチ。まさかそこで持っていくとはという4ラウンドぐらいジャンプ強パンチで勝ってますよね。そうですね、まあ、これはまあ相性はいいですね、ラシドに対して。この技自体が本当にいいところで
使っていきますね。マスコットは痛さされている。しかも力しかったから投げて EXR 継続していますが崩れません。そして入れ替えている。珍しいですね。ミキサー画面端を継続します。トリガーが溜まっている板ナビゲール、気をつけないと逆転があります。さっきからそればっかり起きてますからね。そればっかり。かなりいいファールのガードのさせ方にはなりましたが、ちょっと無理はしたくないですよね。かなり悪いイメージがついていますから、この立ち回りで封殺していきたい。それをこじ開けに来るのがこのアビゲイル。いい歩き。まず1回目グループからアビゲイルパンチ、メトロクラッシュ、攻めを継続して、うお、いい飛びになった。今のもタイミングが少しでも遅ければ、マイキョーパンチ、EX アビゲイルパンチからのメトロクラッシュ、メトロクラッシュっていう次の読み合いって感じでしたね。そうですね、ありましたからね。よく飛びましたね。寸前のところで踏みとどまったのはジョン・竹内。これは勝手に見えましたが EXR 画面なし、ここを逃がしたくない。アビブラスターの様子を見てからステップを差し込んでいく、素晴らしいプレーですね。抜けていますが、ここのブラスターも許しません。3リーチ、2回投げてる。入れ替わってしまった。うわっと、すごいさ、すごい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 、すごい極限ドリームコンボ残りそう。この後まだ残っていますが、おお、ここはしっかりと倒しきっていく。2回のそのジャンキャンフープがその脳裏に焼き付いているせいで、そうですね、ザニさんがもうかなりむちゃくちゃやってきますね。そう、打撃を重ねていた、中盤とかを重ねていたらもしかしたらバウバウしてバウバウしてたし、なんなら最速投げからのもう一度投げて着地を投げたりとか、うん、そうですね。ただアビリフトっていうのはしゃがんだ状態の相手に当たらないので、はい、踏み込みしゃがみ強パンチっていうすごくいい対象を見せましたね。いや、お分かろうって感じの選択肢がいや、よくなんかそのジョンは耐えてるなと。そうですね、はい、進んでるところでしっかり踏みとどまっている。精神的優位はまだ一段にあるのかなって印象がありますね、この試合に関しては。浮き攻めしてるっていう心境じゃないですよね、あの状況。走れ転んでるのはアビゲイルの人なんだけど、爆弾を避けてるって感じですよね、はい、ここはワールを止めていきます。差し返している、素晴らしい、アビゲイルパンチ、地球パンチ、徐々に画面端が近づいてくる。ワールインドショット、ワールの打ち方は非常にうまいですよね。いい場所で打ちますよね。すごく対処の難しそうな距離を作って、上から、おー、いい飛び、仕込んでいきます。使わね、仕切っていく、あえてですね、あえて、はい、ここで使っていく。端に到達しました。これは大きいんじゃないですか。お、近いですよ。ダイナマイトパンチ、はい、密着ガードからの確定反撃、投げて、ここからです、勝負はここから。おお、なるほど、ネイル出しきって落としていきました。これはどうだ、このユニバーサルでかなりジョン側に傾いたんじゃないか。そうですね、ここも反撃を埋めて安定なく、いや、でも分かりませんね、これ時間は25秒、25カウント、切りました。やる、やる、なんで触りに行くところに、すげえ、再三見せていますよね、ジャックパンの牽制に対して、立ち強パンチ、ここでやりましたね。あの場面でもしっかりと見せていきました、はい、ジョン・竹内が念願の一瞬にリーチ、投げ、ここでスタンリーチ、中段下がってからのアスタルトウィークか、いませんね。投げ、あ、これはこれはもうパーフェクト KO をついに念願の一勝、やる、勝ったのはジョン・竹内らしいの。さあでした、さあ注目はやはりキャラクター。うーん、そうですね、モモチが何を使ってくるか、何を使うのかというところですね。何が出てきても驚きませんけどね。そうですね、いろんなキャラクター使えるプレイヤーですから。注目のキャラクターセレクトですが、おー、ポイズン、ポイズン、なるほど、
面白い組み合わせになりそうですね。うん、まあ、ポイズン側はその飛び道具に出してしゃがみ強パンチはハートレードを使って相打ちを取っていくそうですねっていう形になると思います。 EX テンダーなんかもありますからね。そうですね、玉抜け技もありますし飛び道具と相打ちを取っていくっていうところも戦略としては非常に強力です。さあお互いトリガーはガイラダイブソニックソリッドパンチャー、うん、ポイズンはカートイールポイズンカクテルとなってどうでしょうかね。ポイズン戦では V リバーサルは結構重要なんですよね。EX ハートレードに対してハートレードのガードすると投げ回りないで不利になってしまうのでそれを V リバーサルで切り返すっていうのは、まあ、ポイズン対策の一つになると思うんですが、となるとやっぱり V リバーサル使いやすい、まあ、使わざるを得ない状況結構出てくると思うんですが、梅原はこのスプリットパンチャーですね、はい、3本 V ゲージの V とか1を選んでためめることができる。 V リバーに回すかそもそも使わないかのどちらかですよね、まあ、頑張るかですねそこは。相打ちこれですね、ソニックに対して相打ちを取りに行きますが、はい、ダイブソニックここはテンダー合わせていきました。相打ちを取れればダメージ的にはポイズンの技の方がダメージ高いので、はい、特攻できるんですが、ちょっとソニックの回転率が高いことで回転率はやばくないですかこれ。ちょっと無知を伸ばす暇がありません。あ、いいですね、やっぱりブリバースさん使っていく。これめちゃくちゃきつそうに見えるんですけど、え、これさあ、体力大幅リードは上原がいる。こうなったら無理だろう。中継体育めちゃくちゃしんどそうに見えます。さあ裏剣、事前の予想では、はい、なんでしょうね、結構殴り合えるんじゃないかなって感じだったんですけど、実際はかなりソニックの回転率すごいですね。ソニックそんなに出るんだねって感じの展開になってますね。これ EX のハートレインですが、しっかりガード、ウィリバーサル、ソニック EX ソニックヒット、ダイブソニック、ソニックソニックの回転率が速すぎる。回転率がとんでもないぞ。うジャックジャックジャックサマー、これはかなり嫌なイメージがついた1セット目になりましたかね。逆にそこまで打ってくるんだって感じですよね、多分桃地側からしたら。一応その最初のソニックは飛べるソニックから始まっているので、はい、もう再戦ですか。そのままポイズンを解くとソニックをまずどうにかリスクを背負わせたいとは思うんですが、うん、強敵な仕方カートウィールから道を作って当て投げ、これが非常に今回うおやる V リバサル対策、8強パンチに V リバサルしてくるんであればそこに対してテンダーを、はい、今日のラグミーテンダーで返していく、これは面白い対策ですね。強敵から先にトリガーを発動していきます。面白いですね、白ゲージが大きく溜まっている、すごい血足、中足でワンコンボ分くらい体力が消し飛びました。180くらい減ったんじゃないか。EXA のこの状況はかなり強力ですかね。そうですね、ウィルバサルないですから。これ入っていきました。この状況ソニックを打たれすぎないように距離を詰めていきたいモチポイズンですが、ゲージが欲しいですね。そうですね、ゲージが1本あれば一応 EX ラミテンダーによる玉抜けもありますから。ただ打つか、玉の打ち方が上手すぎて牽制が振れないぞ。 EX アドレイド抜けている、抜けるシャドウキョバチ、おいしょ。さあ構えて下がって、上原としても立てない。ここで踏み込んでくる。モチポイズンとしてもしゃがみ強パンチ狙うような場面ではあったんですが、しゃがみ強パンチがソバットに負けたりしてるんですよね。ここでラウンド取っていったのは上原。モチポイズンは1ゲージまず壁に行きたい。なるほど、ダイブソニックもうまく使っていますね。そうですね、わ今日でした。おお、シャープチューパーに仕込んでいる。引き目がついてきます。中和バットから一戦目投げて、ウィーバーサル、これはもうなんか両者合意の交換です ね投げの後の勝ち強パンチは完全に重なっているので、打ってこいよって、めちゃくちゃ減った。飛びからの300ぐらい減った。飛びからのフルコンぐらい減りましたね。確定して、ここはテンダーに対して EX サマーで返していきます。タイムフリード梅原がいる、投げ歩きガード、歩きからの投げ、テンダー振ります、振ります。いや EX ソニック終わるような状況でしょこれ。前へ歩きたくないですね。いやここで、ここでブートリガーに対して
ソニックが刺さりましたね。この V ユニバーサルで白ゲージをこう奪ったためにですね、はい、EX ソニックで倒しきる状況をしっかり作って最後はその本命を通したと。ここでキャラクターセレクトに戻りました。もう思ったよりはやっぱり苦しそうでしたね。相当きつそうでしたけど、どうなっちゃう。ルシアが出てきた。ルシアはアレストヒール、新 V スキルですね、はい、と V トリガーバーニングファイト。バーニングファイトもかなり強化されましたよね。そうですね、やっぱ何よりもそのこれアレストヒールを使った走りからの固めが、そうなんですよ、今回の膝がね、はい、あの膝かなりあの相手をイライラさせられる技になっています。そうですね、ダッシュからの、はい、ね、はい、ガンスモークからの急停止と膝の派生が、はい、発進する猶予が多分なんか1フレとかなんか見た気がしますね。特に立ち食いパンチからだとその割り込めないので、はい、すごく強力な連携になっています。ルシア戦の経験がないと、そのルシアの強気なタックだけで持っていかれてしまうような展開もありますね。これですね、ナビングニードル、ナビングニードル、ユリバさんこれは届きませんが、かなり近くまで寄れている展開が続きますね。これはガードが間に合いますが、飛びが通ります。スローパンチ、ここはこれは走りからの、そうですね、ガンスの読みではあったんですが、だいぶまだ残っているぞ。当て投げ、ここでモンチルシアが流れを変えましたか。ダイナウンド触る展開にまで持ってきてますね、うん。中足、ここは確認したんですがね、クジクタになってしまいました。ソニハリで追撃して大きなダメージ。モーチョンルシアのゲージが全て変わりますね。ダンスからタミングニードル、攻めを継続したいんですが、ここは V リガサでハリケンスピナー。このハリケンスピナーも発生7フレと絶妙に遅いので、はい、まあ、いわゆるファジーがすごく難しい無敵技になってます。中足から踏み込んで投げていく。バーニングファイト発動しているモンチですが、これをどう使うか。有利です、有利ですね。 V トリガー中の EX は有利になります。暴れている。おお、強化ハリケーンスピナー。モンチルシアがここで流れを変えました。そうなりましたか。かなり面白い展開ですね。モンチルシアとしてやっぱり梅原が慣れる前にその貫きたいですよね、これこのままルシアで。そうですね、うん、一応このナビングニードルなんですけど、はい、空中攻撃になっているために、はい、サマーで割れるんですよ。なるほど、そうか、そうサマーなら割れるんですよ、この組み合わせ。確かにそうですね、サマーの対空無敵。そうそうそうなんです、それを使うことで割り込めるんで、はい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 、それに気づかれると少し面倒くさい。V リバサで、まあ、V リバで基本的にはこう押し返していくって感じでしょうね、梅原側としては。私も持ち側もやはりスラがあるので、そうですね、ソニックの下をくぐりながら EX アップ、 EX ハリケンスピナー切り返します。中盤踏み込んでいく。ガンスも匂わせますね。そうですね、その駆け引きかなりいってますね。バウンドしますよ。なるほど、これボンボンする。なるほど、ソニックを打ち消しながら距離をどんどん詰めていく。いや、いいですね、端まで来ました、チャンス。面白い使い方をしている。ここを投げていく。そうなんですね、なるほど、面白いな。バーニングファイトをうまく活用して画面足の攻めに持ち込めた、はい、見事ハイヤークラフターが強化されるの、うん、あんなにうまく使えるんですね、あのチーム。画面足に押し込む展開が増えてきました。とここ入れ替わります。ソニック、ソニック、いい間合いでソニック打っていく。上からアッパータイク、ポンチは3ゲージあります。上から腰掛けていきます。スライディングで密着状況を作ります。リバース、バイアスピナー、ここはウィリバーサルを確定させていきます。バーニングファイト、これ使う状況ですが、どこで使うか。ダイヤシからダイヤシから、そうします。打撃中盤、これは遠かった。ダウンスモークで攻めを継続していく。有利です、有利状況。投げて、投げて、ここで打撃ジャッケ EX
打撃だ。そして打撃からのダブルサマー、取り返していきます。これで梅原はマッチポイント。中パンチが遠目だってしまいましたね、はい、これまだなんかルシアに対応されているという感じではないですよね。無理ませんダブルサマー君、良かったですがしゃがみがいいでしたね。立ち顔すると隙が増えるんですよね。立ち気持ち、しゃがみ中パンチ、ファイアスナー上から、これを通っている、橋が続いている。空振りから投げて3ゲージありますよ。当たれば終わりじゃないですか。中間距離のプレッシャーが凄まじい。それをなんとか追い払いたい梅原がいるですが、カミングリードで打撃でいく。カウンターしていたら終わりますからね。そうなんですよ。上から落として、このライン手に入れたら大きいぞ。ディエクソニック発動してトリプル、トリプルサマー、ここの読み合いバックジャンプ通っている。大吉残ってしまうぞ。ダブルサマー倒しきりました。大内が肉薄していく展開ではありましたが、それを返していきました梅原ガイルの勝利と。いやー、もちろんルシアも人生で初めて人生で初めて梅原さん、まあ多分出会ってからもう4年ぐらいですが経ってると思うんですけど、はい、体が一緒になることもあったと思うんですが、初めてここで応援されたのことで頑張ってください。はい、はい、ワンピー側ドグラベガー、ツーピー側ジョン竹内らしいの見ていきましょう。お願いします。でこのドグラは初日はガチ君にやられましたが、2日目は模型を垂直ジャンプなんかをですねすごくうまく使って勝利しました。うまかったですね、あれかなり牽制技に絡み合って、しかもリターンも高いですし、リスクも低い。そのリスクを負わせようとした歩きフラップスピンをジャンプ教育のリーチで潰すっていう展開が多かったですね。対処が難しそうでした、怪しいのはもう。序盤はドグラベガーが体力リード。やはり梅原はこのリーグ戦になると人を応援するんですね。そうですね、はい、トーナメントでは応援します、ね、絶対応援したいんですけど、はい、でもそこがいいところですよね、この理想当たり戦の。そうですね、そのくらい露骨に来てくれるとやっぱすがすがしいですね、ですね、はい、見てるからも楽しめるというところですが、これはイーゲンブラッシュカウンター、強盤イーゲンからの着ダブルに次来て、スタンチが継続している。ここは V 字バスは使わされたと言っていいでしょう。DX 悪いんでしょうから攻めを展開します。ジョン竹内上から、ここはしゃがんでいる、大きなダメージ。おお、ここはグラップ後の読み合い、 EX のあるウィンドショットで読み上がっていきました。ドグラとしては立ち中間近くのターゲットコンボに V トリガーを仕込むという狙いがあったんですが、外側からでしたね。はい、いいところで来ました。しかし序盤はやはりドグラベガーが立ち回り優勢に進んでいきますね。橋の期待値でラシード側がどうにかするかという展開ですか。中継強パンヒットからアックスで攻めを継続していく。上からジャンプ強系リーチの長さを生かしていきます。ホバー保険のない当たると思ったホバーがいい打ち方でした ね先端気味だったので、おそらく確定も難しいんだったでしょう。タイプ大幅リードのドグラベガー、ジョンがここで我慢して押し込みます。これで無理なんだけどクロスアップです。投げに行って前を押してしまったがゆえに逆ガードになってしまいましたね。そうですね、ステップからこの心もとない体力で、体力8割を溶かさなくてはいけない。ジョン竹内抜ける、抜けているだが、ちょっとからここの表裏タク表、これはスタンリーチ、どうする、垂直逃げる、これで逃げると見せかけて戻ってってからのスカルダイバー。ジョンとしてはその逃げる読みの V スキル、はい、アサルトネイルを狙ったんですが、はい、潰されましたね。そうですね、はい、絶妙な戻りスカルダイバーが刺さっていました、うん、軌道の操作がうまかった。クラッシュカウンターからダメージを取っていきます。強形が投げに噛み合う、強力タック、ここ暴れていきます。耐えました。ここは引っ張っているのでフリーフレームと、ちょっともうそれ分かって暴れたと、はい、フェイル、めくりサイコ投げて、これ距離を離します。サイコもあるし EX ブラストで詰めるっていう手がありますからね。
これイーリースパイクもありますが、それを警戒して距離を離していくのはドグラベガ。上からアックス、プライチの状況、あっとこれは漏れてしまいました。一気に危険な状況へ打撃、あっつながらない。ここはコンボ落としてしまう。オーバー、ここで打っていきました。あとちょっとだけ V タイマーが残っていたので、まあ、ホバーからのサイコクラッシャーで、はい、補強をかけていたという時間でした ね。位置によってはダイヤ下の反撃入るんですが、うん、直しきれませんので、うん、全然端からも出られますから。あそこのカウンター立ち強化の位が出せればというシーンでしたが、そうですね、カウンターで当たりなさそうな場面でしたからね。ドグラのやっぱりそのジャンプ力をガードした後の暴れ方がうまいがゆえに、そうですね、確認が難しい状態になってしまいました。で1セット目取っていったのはドグラベガ。まずは地上ヒットからのコンボ、強ブラスト、中間ブラスト、立ち強化中を振りながら下がりつつラブニーで前に出つつ、かなりいい前で立ち回っています。ここは近寄れない、好きな前で立ち回りません。うわ、チャンスになるか。カウンター確認、ネイルからキョンキサー、スタンリーチ打撃を刻んで、ここでノーキャンの EXR 残ります。この後ですね、投げて終わりますが、こう読み勝てばまだチャンスあるのか。しかし上から押し潰していきました、ジョン・ガラ・ウンド選手。ただ中距離戦はやっぱりドグラうまいですね。そうですね、牽制とダッシュの、ダッシュ、そして様子見のバランスがめっちゃいいですよね。本当にいいですよね。ジョンはこう突き崩した後のこの画面足で倒し切りたいですね、はい、よく見ている。弱系派生のデビルが落ちていきます。しゃがみ中パンチ、垂直ガードが間に合います。ステップしゃがみ強パンチが置いてある。一撃射程、大きなダメージ、相打ち、ネイル打ち切っていく。ビトリがありますからね、発動、次を継続して、これはタイミングがずれている。マッチ中パンカウンター、サイクチャージ、ステップ投げを誘う動き、見事、うん、サイコチャージのプレッシャーを生かしました。生かしましたね。バックステップで刈り取っていきます。バックスで先に仕掛けに行くのはドグラ、ダウンからダウンに立ち中継で返します。お互い中距離で仕掛けるタイミングを狙いますが、先手を取っていくのはジョン・竹内、投げて3ゲージあります。うわ、着地して、あーと、これは漏れてしまったか、痛すぎるダメージ。シリコンテ、いいですね、繋がらない。終盤これを継続して垂直を置いている。やはりしゃがみ強キックからの発動は怖いですから。そうですね、立ちに歩けません。ゲージがありますから、これはいいでしょう。バックステ、バックステで投げを外していく。打撃が得ないですね、これ。投げて、アックス持続からシャミシューパッチブラスト、EX ブラスト、攻めを継続する。ダメージ、サイコクラッシャー、牽制を踏み潰して、ドグラベガが2セット連取。守りが硬い。ドグラなかなか崩れないですね。本当に崩れないですね、うん、結構ジョンとしてもやりたい戦い方になってると思うんですよ。序盤でそのドグラが前に出てくるところにしっかりしゃがみパンチを合わせて、はい、画面足に追い詰めて、そこからのラシド強力な連携をこう浴びせていくと。ただそこまで行った後のドグラが硬すぎて、はい、でも要所でこのワールドの攻め継続に対してしっかりと EX のヘッドプレスだったりデビルリバースで返していくっていうところで、そのラシドの端を生かせていない、まあ、そこをドグラに守られてしまっているという展開が非常に増えています。普通に切りますね、うん、そして中央の立ち回りではベガに大きく分があると言っていいでしょう。EX2 ダウン取って、ここはグラップ、スタンは避けました。しかし体力大幅リード、ドグラベガステップが通ってしまう。中盤ヒットからブラスト、激しけをしゃがみ中盤ブラスト、ドグラが 3-0 だと、これは一気に一気に優勝というか、ね、抜けに、うん、リーチがかかりますね。試合を完全にコントロールしているかドグラベガ。垂
職を置いてジョンも警戒していますが、ステップが通る。駆け引きがうまいな。ジョンもいろいろ対応しようとしているんですが、意識させられていますね。噛み合わない。ドルがそこに対してむしろ噛み合っている。言わされる、これは使わされました。おっと、対空。わあ、怖い。対空アルタイグ。ただダメージがそれほどでもないですし、お手のあるわけ。おお、いいぞ。飛び出したある。チャンスになるか。垂直。小足で飛びをすかしていきました。きちい、これ。ウリマさん、通っています。投げて。ゲージはなりません。あ、激しく、ここで。読み勝った。読み勝っていきました。ついに崩すことに成功したのはジョン・タケウチ。アルタイルバイクが効きましたね、結果として。効きましたね、あそこめくり落とす手段がかなり少なかったので、はい、さあ、オファンブラスト中距離戦になります。お互い相手の牽制技を警戒しています。 EX に距離を詰めて、あ、よくステップ止めている。徐々に、そうですね、ジョンの意識配分が噛み合い始めましたか。落としてバックジャンプ空対空でしのぎます。ロクラブラストステップ中足が刺さる。この画面足、おいい、牽制技に飛びが噛み合います。逆に画面足遅らせた。地球パンチ本命を通してきた。これ投げ抜けられないでしょ。そうですね、地球オッケー。ここに来て流れが変わったでしょうか。ジョン竹内が1セット返していきます。そのドグラの牽制、まあ、中距離戦の選択肢っていうのを上を全部今回いきましたね、はい、牽制、立ち強パンチに対してジャンプ、そしてダッシュはしっかり止めてリターンを取っている。防御行動もかなり読めてきたような印象を受けますね。ピンポイントで狙った立ち強パンチ遅らせが全て、まあ、リターンにつながっていました。はい、これドグラ防御行動早めの暴れも混ぜ始めましたか。中パンチ固めていく。ちょっとここガードして、はいはい、この読み合い勝ちますね。負けてしまってますね、逆方向に負けているというか、軌道の変化がうますぎて、そうですね、対処できないです。スカルダイバー職人、シャイアン強パンチ、ここからアサルトネイル、興味さん投げて、OK、流れが大きくジョンに傾いている。ホバヒット確認しっかり、アクセル追いかける。ブラストゲージありますよ。うまい、ここで対空、ここで対空、見事ジョンもよく投げを押さなかった。おお、あとフラップスピンが届かないぞ。中盤ターゲットからジャックジャック、最後クラッシャー、体力がまだ残ります。まだ残っている、グオ中足、ジャックジャック中足。ギリギリの展開でしたが制止いったのはジョン竹内。一覧の選手、いやこれですね、垂直、はい、模型に対して見せた相模京町海の垂直ジャンプ、かなり判定が残るようになってますね。うん、アックスクラッシュカウンター、このラウンドはドグラペース、距離を離します。うまい差し返しのヒリスダブルに、ジャクジャク、ここは相打ちで問題なしと、いい位置です。これでドグラベガがマッチポイント、はい、ステップダッシュ通っている。細かく刻んでシャンプーパンチ、ワールインショットダブル2でラインを押し上げていく。アックスジャック K ブラスト、ジンクスワープ中央に戻ります。あー、なんか出てしまった。これは大きなダメージになる。そしてまずい、まずいぞ、投げを刈り取っていきました。セットカウント 3-1、はい、勝ったのはドグラベガということで、ドグラは5勝3敗ということで、勝った方が勝つ。シンプルですね、シンプル組み合わせ、ガイル対ラシード、はい。さあ、3日間にわたって繰り広げられてきましたこのトパンガチャンピオンシップ A ブロックもこの試合でラストとなります。ワンピー側サイゲンスミスと梅原ガイル、ツビ側レッドブルアスリートガチ君らしいの盛り上がっていきましょう。ラストです。いや、これはもう楽しみですね。楽しみですね。
飛び道具に関して、まあ、中距離画面中央の駆け引きに関してはガイル側のソニックブームに対して見てから出せる回答というのはないので、はい、ラシードが苦しい状況になるんですが、ただやっぱり画面足の攻めですよね。そうですね、ラシードはまあ被弾を少ない体力残した状況で画面足に行ければやはり攻めは非常に強力ですから、そこで崩していくと。うわ、対空が空振ってしまう。中足で追い払っていく海原ガイル。いい飛び、ここで飛びをしっかりと噛み合わせていきます。ラシードがやっぱりどっかでもう勝負するしかないですよね。飛ぶもしくはアサルトネイルを通す、ソニックブームに対して合わせる。見てからは難しいので、まあ、自分の読みを信じて行くしかないという、はい、ある程度の被弾を確保しつつも、うん、チャンスを作りに行く、それが大事になりますか。ソニック地球受けるから昭和2をフラックスイン中ミキサー早すぎた。これは重なっていない。そして梅原にはゲージが全てある。フルゲージですね。これは何かが当たれば体力が残らないでしょう。フリバサル、フリバサルする。 EM ソニック、これゲージを吐いていきました。うまい、ジャンプ中パン、ジャンプ中パン対空無理だったのでガチの目標だった。ソニック、うわソニックに対して空中イングの対空、まだ体力が残っている。バックジャンプでしのいで、ビクソニックからトリガーを発動していきます。ガチ君ゲージがありますからね。無敵の警戒した。補助輪、補助輪を飛ばして乗っかった、踏んでしまう。補助輪が飛んでくる。だー、激しけを誘う。この局面で、うん、あの歩きですか。ガチ君がその無敵技をちょっと警戒した後ろ下がりですよね。はい、ゲージが ありましたもんね、うん、もしかして警戒していました。梅原ガイルが1ラウンドを取っていきます。お互い走り様子見からステップで裏切っていく。抜けている。これ出し切らずに密着状況を作りに行きます。ちょっと不安だったんですね、はい、状況確認。結果として走り攻められてますからね。素晴らしい判断でした。農研の EXR から攻めを継続していく。ダイヤ始発動、完全に読んだ動きでしたが届きませんでした。うお、つながった。え、これどうなるの。え、ガチファイすぎる。立ちやられ限定のコンボが飛んできましたね。中パンチ、しゃがみ中パンチからそのまま打って、ダイヤシターゲット。これ連射じゃないですか。うわー、これは勝負で必殺技が炸裂しました。表からの強襲、勝ち筋である強化空中イーグルスパイクからのミキサー R タイル。しかしこのゲージを全て吐き出してしまったのはガチ君。そして梅原は3ゲージ2ゲージすでに EX に入っていきます。1ゲージは抱えつつという感じですかね。まあその困った時のサマーソルトキックですね。切り返しようと、これがあるだけで全然違いますからね。ソニック締まりをよく見ている。ガチ強制でガードさせに行きます。ただこれ入れなかった、打つんだ。なるほど、話しに行きましたから。バックジャンプ V リバーサルを確定させに行きます。やっぱり1本は持っていく。おっ、それとね、ユヒット発動からさらに追撃して画面出し、逃げっぱ、逃げ出していく。ダメージはもらいましたが、ダメージはもらいましたものの、中央の立ち回りであれば自分に分があるだろうと、そういった選択。カズミニスターとかブイバセ4フレームの小技しか持っていませんからね、うん、僕は嫌でしょう。上が通る。ただガチ君ゲージ溜まりそうですから逆転ありますよ。これ、ね、何か当たればもうクリスタラスいけるでしょう。ある体力全て持っていける体力、何かが当たれば俺これ EX いく。勝負ネイルっていうのもありますからね。そうですね、当たっていれば。おっと、これは2つ目のソニックに対して有利を取りに行く動き。削りがあるんだ。おっと、これ抜けられない。抜けられなかった。いや、これは面白いですね。いや、今の読み合いいろいろありましたね、うん、V リバもかなりいい打ち方でした。2発目のソニックを読んで、うん、ソニックガードから V リバされて確定を狙いに行きましたよね。お互いお互いいい内容ですね。いい内容ですね。分かんないこれは全然。キャラクターが戻りました。お互いトリガーも継続でしょうね、はい、そういうスキルも。ラーシュワーがあれば玉抜けのいいスイグルスパイクがありますから、そ
さあセットカウント 1-0 梅原ガイルがリードしています。内容どちらに傾いてももう分かんないですよ。本当にちょっと傾いただけで勝敗変わってしまうようなラウンドばかりでしたね。はい、はい、第1ラウンド2本ゲージ、サマーが裏に出る、画面足に追い込んでいきます。2本ゲージでこのガイル画面足に押し込めるのはチャンスですよね。しっかりとアサルトネイルで玉抜けからのコンボ、なんとか追い払いたい。しゃがみ強パンクラッシュカウンター、ここで上原に1ゲージが溜まります。EXR、 あーしゃがんで耐え忍んではいますが体力差は大きく開いています。ここから立ち回りで細かく細かくガチ君の体力を削りに行く。ここはおお噛み合いましたね。今のはいわゆる強パンクが打ちそう、これっていきますか。なるほど、このあと50秒体力差かなりあるんで、あーうまい、なるほど、強化はあるインショットなので駆けしつつ当たりました。そしてさらにアサルトネイルでの追撃、はい、アーシュラチはやっぱりソニックにかなり体勢がつきますね。そうですね、うまく生かしていったジェットパン EX ソニックダウン取ってわず3回からのソニックスポット距離を離します。しゃがみ強パンチ、お互い中間距離での戦いになります。 EX サイクルダウン取ります。中間パンチ、イーブリバやりますね、出させていきましたね。アサルトネイル、この話ここも打っていく。サマーの切れ味が温めて温めて、ここぞで上がってきましたね。これは確定か、ジャンプチックで、はい、確定していましたね。サマーを出したんだと思うんですけどね。ジャンプ強パンチ、ジャックパン、バーンストレート、アーシュまで攻めを継続していくのはガチ君。ジャックジャックジャックソニック、うん、またこれまたやはり強化ある状況が非常に多くなってきましたね。ブイガサレ、梅原ゲージ止まります。1本あればサマーもあるでしょう。敵技の読み合いにも持っていきます。歩いてくぐりたいく、確かにゲージがありますからね。この白ゲージが欲しい、しかし無理はできない。おーと、いくつあった、あーつながった、裏剣しばし、どうなの、ナイスガード、うおーナイスガード、よくガードしていました。ガチ君が、じゃあもうソニック1点目ですね。 EX 中 EX イーグルスパイクで、はい、ソニック打っていれば玉抜けで勝ってたっていうシーンだったんですが、歩きガードでしたね。そこで梅原はお互いとっさの展開でしたが対応していました。ファイナルラウンド、検証拠は梅原ガイル2部があります。ジャパンソニック、ソニックの要塞をガチ君はどうくぐり抜けていくでしょうか。そばっと上からやはり飛びが通り始めましたか、ね、しかも結構踏み込んでからその梅原が立ってる状態で飛んでるんですよ。はい、並んでるじゃなく立った瞬間に飛ぼうとして飛んでいるのでサマーは溜まっていないですね。なるほど、おっとここで投げしけに対して立ち気を振って地上ヒット、中期差で画面足に運んでそば飛び込んで投げていく。ソニックこれで梅原にはトリガー、そして3本のゲージ、ガチ君にもゲージが3本あります。ソニック、ソニックいいバズで押し返していく。フェイントを混ぜざるを得ないですね。そうですね、 EX イーグルスパイクありますからね。アーシファ中なので非常に危険なソニックになります。お互いにゲージがなくなった、打ち消していく、ジャックジャックジャック刻んでソニックダッシュ深い2つ、ところはサマーが狙ったか、あーでかい、これはヘッドキットにはなっていない。残りカウントは15カウント、もう時間がないぞ、当たっちゃった、これでひっくり返った、うおーとイーグルスパイク、次は体力リードはガチ君のシード、どう削っていくか、ダウンタイム6分で5、どちらが仕掛ける、若干ガチ君の方エクソニック、壊し、ここがどうなってるか、壊しで壊し一発のさ、壊しの常、あの壊しが当たってなかったらソニックの削りでひっくり返ったんじゃないですかね。ひっくり返っていたでしょうね、うん、ギリギリの本当にちょっと、いや本当にあの壊しで変わりましたね。当たってなければ白ゲージも取れない技なので、たった一度の差がガチ君に1セット渡しました、
とは依然11並んでいます。ガチ君もネイルで玉抜けするよりはやっぱ踏み込んでガイド下がらせて立った状態で飛んだりっていうところで、はい、ちょっとそのソニックに対して違った対応というか駆け引きを仕掛けてますね。このダメ足スタンチが溜まっているので EX に発動していきますが、スタンチが継続します。苦しい展開になる上田ガイド。クラッシュカウンター、ソニックにタッチ強敬、クラッシュカウンター、イーグルスライクで追撃してスタン、ゲージャムからジャンプ強敬、そしてしゃがみ強パンチ、かなりガチ君ペースでこのラウンドは進んでいきました。序盤はね、やはり梅原いいんですけど、ガチ君がそのアルテコンテでしっかり画面足を追い詰めてダメージを取るという、ラシードがやりたい展開作れたんですね。そうですね、中央で戦う分にはやっぱりガイルに傾くのかなというところで、その時間を減らしています。はい、ソニック打って梅原がソニックを打ちながら少しずつラインを上げていきます。むしろ梅原前に出るじゃないですかね。かなり画面足の時間伸びてしまっているので、でも押し返すという動き、押し返さざるを得ない。そこでミキサーで差し込んでいくガチ君、それでもやはりラインは上がりますね。クータイクバースレット、クラッシュカウンター、ガチ君はトリガーが止まっています。対して梅原もあと少しでトリガーが発動できる。トリガーが止まっている時は、まあ、ガチ君側もアサルトネイルの玉抜きはしやすくなるはずなので、はい、中継ヒットからのコンボ、1ゲージ入ってクラップスイッチを見せた。ここの攻めは打撃、そして歩いて投げ、画面端になっている、打っていきますね。ここも無敵技、ダメ足の機能についてくるので期待値が非常に高い無敵技。勝負どころと判断しているのはガチ君、ステップめちゃくちゃ走ってくる、バックジャンプ、あー大変チャンスと読んだ、ここは完全に読んでいました。いやー素晴らしい、ガチ君が一歩リードしました。いや見事ですね、その無敵技もただ打ってるわけじゃなく、やはりその当たった時にダメ足プラス置き攻めっていう勝ち筋になる状況であるからこそ EX ピンミサを打っていったんですね。結果としてそれがやはり勝ち筋に最終的にはつながりましたね。これで 2-1 ガチ君がリード。中足タッチ強パン、クラッシュカウンターいい場所で振っています。ガイルの伸びた手を拝める動き、まあ、中距離戦もガチ君がねかなりいいペースになってきてるんですよ。はい、待ち受ける、もう画面しです。ここをなんとか押し返したいな梅原、しかしガチ君は距離を離します。無理はしないと飛びが通る、なんでフェイントを混ぜつつソニックで安全にダメージ取りたいが届かない、下段が刺さります。そして3ゲージ抱えているのは梅原、ソニックガチ君もアーシュは発動中なので、見てから抜けられない距離まで見てからソニックですね。もうブリバスお互い3ゲージ、これはサーマーよく見ていました。さすがにダメージ、ハリケーンゲージは全て吐きましたが、ラウンドを取っていったのは梅原。対するガチ君は3ゲージ抱えた状態でこの第2ラウンドを臨みます。序盤ちょっと触れればね、イースピンスタン打ちやすいでしょう。はい、飛ばせて落とすガイルの基本戦術、このステップが見えている、ちょっと確定していない、カウンターからつながりになった、ステップ中央に戻る選択ですね、シコパンでステップは止めている、うわうまい、キャンセルのソニック完全に読んでいました。アーシファ中ならではの、しかし V タイムは終わりました。画面端到達していましたが、ガチ君は体力ビハインド背負っています。ソニック、しかししゃがみ強パン、クラカンでも使用ものならば、そうですね、一瞬で始まる体力でありますね。これダウンを取らずに速い展開を作っていく、投げて、これで圏内じゃないでしょうか、発動、投げていく、わからない、もう詰めていますこの組み合わせ、マジかよ。セットカウント 2-2、まあ、この4試合目に関しては中央で戦う時間がなかったっていうことですよね。そうですね、それによって梅原が勝った、画面足にいる時間でもほとんど勝敗決まってるのかなと。ただ対空ですかね、やっぱポイントとなったのは。
まあ、その踏み込むことによって出しの飛びが非常に強力なんですが、やっぱりその裏に入れるような状況、その距離を作るということがかなり多かったです。サマー CA など見た目高い体格を混ぜていったので、少し飛びづらい印象がガチ君についたのかなと。ただそのガチ君ね、やはりその中距離での間合い管理だったり、ソニックに対して歩きアドもうまいために、はい、梅原側もそのサマーが溜まっている状態があまりないんですよね。動かされている、そう動かされているので、でなのでガチ君も飛んでいるっていう駆け引きになります。スパッと動いている、橋が近づいてきた。ソニック出したのでキャンセルが来ました。ここはリバスピが見えていましたが、中継で止めている、ガチ君らしいと。ここは足は生発動、ソニックが打っていれば、そうですね、いわゆるカンニング発動というやつで、ソニックがあったら EX のイーグルスパイクを当てに行くと。一気に密着で攻めが、白がかなり溜まっております。この白ゲージ梅原は回収したいでしょう。うおー、無敵キャラすごい白欲しかったんだろうな、今大胆な回収を見せていった。すごい白欲しかった、梅フラッシュで。お前の無敵技は許さないと言わんばかりの200ダメージを超えるサマーソロになりましたね。とんでもなく痛いダメージでした。これでマッチポイントは梅原がいる。ここでも打っていく、画面足の攻めがついてきます。確定ですね。V リバースが確定して走り出します。しかし押し返していくガチ君、下がりからファールが通る。逆に梅原が踏み込んでいく。そうですね、そうなんですよ。それによって飛びも一応対処できるような前取りになっています。ただそうなるとガチ君の置き技ですよね。こういった置き技が強烈になるでしょう。前に進めてくる梅原を迎撃するガチ君の置き技。サマー引きつけた、投げている。さあこれは大きく体力差開いていますが、あるのか。グリマサル、ガチ君にはアーシュがまだ半分以上残っている。でしょうか、うまく。あーめくり、ここはめくっていきました。八中パンチでの送り対空だったんですけどね。なんと最終試合フルセットフルランド、勝った方が抜け、負けたらおしまい。負けたらここで終わってしまう。ただゲージ差は梅原です。3ゲージかかってますね。これまず1ゲージ入っていきます。あー誘った、後ろ投げ、体力リード梅原がいる。走る、ステップが通るぞ、投げて、ここのマッサルとネイル、EX まで切っていく。投げからのネイルセットプレーを。ここで梅原が大幅に優勢です。アグレッシブになってきた、危ない。当たっている、チャンスだぞ。ここの読み合いはクロップしている。ソニック受けられない、梅原さん確定した、確定している。競技差で追撃してありますよこれ。マイアップ落として、ここはどうなる、投げ てどうなるんだ。一撃ソニック発動して追いかけて、無敵技を警戒している。くっ、この距離どうなる、なお互いに一撃なるぞ。サマー EX は完全に見ていた、ダブルサマー、最後は上フラッシュ、あと一手という場面でした。いやそこの踏み込みが深くて、しゃがみ着まで2回当たっていたら、ジャックミキサーから置き攻めというところが作れたんですが、いやーこれはいい試合でしたね。グッドゲーム、グッドゲーム、グッドゲーム。